ハンマグの本区のハンマイヤオ先生です。やばいんですよ。胆石にまたなりかかっちゃってまして、ちょっと痛くなっちゃったですね。胆石ってご存知ですか？私はね、お腹の左下の方にできる胆石なんですね。以前ね、神奈川県の聖マリアンナ大学病院でね、20歳の時胆石にかかって30センチぐらいお腹を切って大手術したんですよ。で、私の場合ね、の生命体がね、血管が細いんですね、何度も。だから、すぐね、詰まりやすいんですよ、血管系とか。あと、胆石、ちょうどお腹の下の方のね、肝臓だったっけの下の方にできるんですね。もうだいぶ下、一番下の方までで、下の方にね、できる胆石で、大きい石ね、石ができちゃうんですよ。それでやばいなぁなんて思ってて、で保険入ってなかったからね、またね、一般の保険ね、国民健康保険じゃなくて一般の保険入ってなかったから、前どんぐらいかかったかな、心臓の病気もあったんで180万ぐらいかかったかな。2ヶ月間入院したんですよ。私心臓はね、 AB ブロックモービトス障害、障害者じゃないんだけども、体質がね、心臓の鼓動が弱いんです。だからペースメーカーを入れまして、手術しないと死んじゃうんですね。だから普通よりか大変なんです、デリケートで。で、内臓器官、血管とか尿管とかね、全部細いんで、汚らしい話で尿管結石っていうんですかね。なんで左また手術しないといけなくなっちゃうかもしれないね。意外と難しい手術なんですよ。結構死ぬんですよ、これ。死んでんですよ。誰でもできないんですよ、この手術は。結構難しいんです。っていうのは、石を取り出して、その、取り出すときにね、上から切っちゃったりすると接続できなくなっちゃうよね。だからうまく、尿だったら尿の方から、メスを入れて、膀胱の方から入れて、ね。それで上の弁、石が詰まってるとこまで行って、引っこ抜くわけですね。そこのところは傷つけちゃダメなんですよ。尿管の方の方が繋がんなくなるわけですね。穴開けちゃうとね、細いんで。だから結構難しいんですよね。だから大きいところから穴開け取り出すしかないんですね。ね、わかりますね。私の場合血管とか管が全部細いんで、詰まってるところからね、取っちゃいけないんです。だから、回りくどい手術しないといけないんですね。背中から切って、尿管結石っていうのね、石を取る方法と、腹から切ってね、手術する方法、2つあるんですけど、私はお腹から切ったんでね、前はね、30センチくらい切ったんですね。そんなことで、なりかかってるってね、尿管結石って、また石が溜まってきてもちょっと痛いんですよね。
この系統は 100% そういう、ちょっと脂っこいもの食べ過ぎたりする体質的に、なっちゃうね。あれから僕23か24ぐらいの時に尿管結石になったんですね。で、聖マリアの大学病院で手術して2ヶ月間入院したんですね。普通1ヶ月なんだけど、私の場合心臓も悪かったんで、弱ってたんでね、もう弱いんで2ヶ月になっちゃったんですけどね。結構難しいんですよね、この手術。簡単な脳外科の手術ぐらい必要なんですね、私の場合はね。簡単な脳外科の手術ね、最も簡単な脳外科の手術ぐらいを腹でしないといけないんで、マニュアルにとっといて、細かく、ものすごく細かいです。何番何番じゃないけどね、仕分けしたりして、血管仕分けしたり、作業は非常に、多いんで、疲れる仕事、シーズンなんですよ、普通よりか。簡単なようでね。私もやったなんて、シーズン言ってるけども、そんな簡単なもんじゃないの。あんまり、やぶりはできないんですよ。そんなことで医者も少なかった、結構ちゃんとできる医者も少なかったんで、当然手術はできるけどね、直接管の細いところを切って石を取っちゃうとかね、そういうやぶが結構いるわけですよ。だからね、近くのとこの太いところからね、切開して、そこから細いところにね、の石を取り出すんですね。で、尿に行くとこだから、水分がバーッと大量に出るからね、これを